やっぱり医者は総合病院みたいな大きなところで症例をたくさん見て経験を積むことで立派になるんだよ。お前みたいに小さい島の小さい診療所にいるなんて、医者としての価値なんてないに等しいな。目の前の男はそう言いながら大きな口を開けて笑った。酒を飲んで気持ちが大きくなっているからか、声も大きく響いて、周りの人たちが皆こちらに注目しているのが見えた。この勘違い野郎に何を言っても伝わらないだろう。価値観が変わらない限り。ここは私が引こうと何か理由をつけてこの場を離れようと思った時、コツンとヒールの音が響いた。あなたは何をおっしゃってるのかしら。私と彼の間に立ったのは見たこともない美しい女性だった。私は大阪部かな、小さな離島の診療所で医師をしている。赴任してから3年が経ち、島のみんなとも仲良くなってきた。とはいえ島の人たちは最初から温かく迎え入れてくれたのだけれど、人口300人ほどの小さな島は本土から船で1時間ほどでたどり着く。これといった観光資源も特産品もない小さな島だ。でも私はそんな静かさやあまり人の手が入っていない自然環境に惹かれて移住することに決めた。趣味のダイビングや釣りが思いっきりできるというところが一番の理由だけど、都会のせわしなさに少し疲れていた私は今の生活にとっても満足している。お魚先生、おはよう。お魚べだ、おはよう。気をつけていくんだよ。はい。元気に挨拶をしてくれるのは近くに住む小学生だ。島に3人しかいない小学生だけど元気にのびのび育っている。お魚先生というのはこの子が初めに言い出した私のあだ名だ。お魚べかな、略してお魚らしい。それを聞いたベテラン看護師の佐々木さんは、いいじゃないですか、壁を取り払ったあだ名なんて。きっとこれで島のみんなとの壁もなくなりますよ、なんてうまいこと言っていた。でも実はこのあだ名を気に入っているのも事実なのだ。佐々木さんの言う通り、島の人たちとの壁もなくなった気持ちもあるし、お魚みたいに泳ぎが上手だからと言ってもらえたしね。さっきも言った通り、私はダイビングが趣味で、同じくダイバーの夫と共によく潜っている。夫は私と一緒にここに移住してきて小さなダイビングショップを開いた。主に利用するのは私をはじめとした10人ばかりで、特に商売にもならないが本人はあまり気にしていない。まあ夫の本業は小説家であって趣味の延長のようなものだからいいのかもしれない。この島は本土とは時間の流れが違うのではないかと思うほどゆったりとした気持ちになれる。もちろん医師という職業上緊迫する時もあるけれど、大体は平和で穏やかな毎日だ。そんな穏やかな生活にちょっとしたスパイスが加わったのは、夏に入る少し前、高校の同窓会の案内が届いた。高校の時の同級生などもう何年も会っていない人ばかりだ。私は大学は東京へ行ったため、そこから地元の友人とは連絡が途絶えてしまった。医師になる前もなってからも毎日が忙しくて、過去に思いを馳せることもなかったから、こういった機会は随分と久しぶりに感じた。行ってきたらどう？そんな優しい夫の後押しもあり、私は参加しますの文字に丸をつけて返送したのだった。同窓会の会場は県内でも有名なホテルだった。私の卒業した高校はクラス数が10クラスあったので、かなり多くの人数が集まっている。懐かしい顔を見つけて話に花を咲かせていると、何人かの男子も話に加わってきた。医者なの？すげえじゃん。そういえば村山も医者だったよな。一人の男子が話を振った先には、昔はイケメンだったけど今は少し頭が薄くなり滑覆も良くなった村山くんがいた。実のところ私は昔から彼が苦手で積極的に話したいとは思わない。
それでも十数年ぶりの再会だ。私の苦手意識で水を差してはならないと思い、笑顔で会話に加わった。そうだよ、今は立花総合病院で救急の対応してるからさ、毎日忙しくて忙しくて、今だっていつ呼び出し食らうかヒヤヒヤしてるんだぜ。すごい、かっこいい。いやでも実際は大変なんだって。大変なんだという割には鼻高々で自分に酔っているようにも見える。彼は昔からプライドが高く人を見下すようなタイプで、私もよく標的にされていた。同じ医学部志望だったことから、なぜかライバル認定を受けていたらしい。結局私だけ東京の大学に合格して、彼は林県の大学に進学したらしいけど、そんなの知ったこっちゃない。カナはどういうところで働いてるの？ああ、私は小さい離島の診療所だよ。村山くんとは違って毎日同じ患者さんしか来ないからさ、島の人たちみんなが知り合いみたいな感じで、すごく居心地がいいの。へえ、なんだかドラマみたい。ドラマみたいに劇的なことはあまり起こらないよ。私が笑いながらそう言うと、村山くんはにやりと笑った。そうだよな、一日何人くらいの患者を見るんだ？一人？二人？なんだか嫌みったらしいその言い方に少しムッとしたが、平静を装って答える。さすがにそんなに少ないことはないよ。高齢者が多い地域だから、何かしら持病を持っている人も多いし、診療所に来られない人は私が往診に行くから。それでも次から次に重症患者が搬送されてくることなんてないだろ。楽なもんじゃねえか。ああ羨ましい。確かに彼の救急の仕事と比べれば、肉体労働の面から考えると楽なのかもしれない。しかし離島のような僻地に医者が常駐するということの重要性を彼は分かっているのだろうか。その責任を理解できているのだろうか。そう言い返そうとするも、村山くんは饒舌に話し続ける。っていうかやっぱり医者は総合病院みたいな大きなところで症例をたくさん見て経験を積むことで立派になるんだよ。お前みたいに小さい島の小さい診療所にいるなんて、医者としての価値なんてないに等しいな。目の前の男はそう言いながら大きな口を開けて笑った。酒を飲んで気持ちが大きくなっているからか、声も大きく響いて、周りの人たちがみんなこちらに注目しているのが見えた。この勘違い野郎に何を言っても伝わらないだろう。価値観が変わらない限り。ここは私が引こうと何か理由をつけてこの場を離れようと思った時、コツンとヒールの音が響いた。あなたは何をおっしゃってるのかしら。私と彼の間に立ったのは見たこともない美しい女性だった。美しい黒髪を優雅に結い上げて、すらりとした細身のワンピースをまとった彼女は、美しいだけでなく所作も上品で、人を寄せつけないようなオーラがあった。あなたはどうしてここに？村山くんは一歩後ずさりそう言ったが、私は彼女のその声や所作に心当たりがあった。もしかして優香ちゃん？正解。村山くんったらずっと気がついてくれないんだもの。職場が一緒なのに冷たいわね。どういうことだ？立花先生の奥様ですよね。旧姓は一ノ瀬よ。一ノ瀬優香。あなたが散々地味メガネって揶揄してきた女ですけど、本当に気がついてなかったの？優香ちゃんは呆れるようにそう言うとため息をついた。そう、彼女は高校生の時はメガネをかけて長い髪を三つ編みにしていた典型的な委員長タイプの人だった。だけど正直、女の子なんて十数年経てば別人になる。度が強いメガネを外し化粧をすれば垢抜けるのは当然だ。嘘だろ、詐欺かよ。詐欺でも整形でもありません。ちょっと自分自身にお金をかけられるようになっただけよ。ところで村山くん、さっき聞き捨てならない言葉が聞こえてきたけど、あれは本心なのかしら？何のことでしょう？あら、たくさんありすぎてわからないかしら。かなちゃんの仕事に対して
おかしなことを言っていたわよね。それは。あなたは本当に医者なのかしら。医者の少ない地方での医療行為がどれほど貴重で、どれほど大変なのか、想像がつかないわけではないでしょう。あなたはそんなことも考えられないの？ゆうかちゃん、もういいから落ち着いて。私はゆうかちゃんを止めようとそう言うけれども、彼女はさらにヒートアップしているようだ。医者の仕事にどちらが偉いとか、どちらの仕事がより重要だとかはないわ。そんな思い上がった考えを持つ人なんて、それこそ医者としての価値なしよ。彼女は先ほど私が村山くんから言われた言葉をそのまま彼に返した。言われた村山くんは拳を握りしめ、悔しそうにうつむいている。この話は主人にも伝えておくわね。行きましょう、かなちゃん。ゆうかちゃんは私の手首をつかんで出口へと向かっていった。周りの人の目は多少気になるものの、そろそろお開きの時間だ。このまま帰ってもいいかと思って私は彼女についていった。ごめんね、かなちゃん、私我慢できなくて。いや、あそこまで行ってくれたからスカッとしたよ。確かに大病院の救急なんか1分1秒を争う世界だし、村山くんの話もわかるなって思っちゃったんだよね。私は毎日ストレスもなく楽しく暮らしてるし、とっても恵まれているからね。元気で暮らしてるようでよかった。高校卒業したら連絡つかなくなっちゃうし、医者になったとは聞いていたけど離島に飛ばされたとかいう話も聞こえてきたから心配してたんだ。そっか、心配してくれてありがとう。私たちが高校を卒業した頃は今と違ってまだスマホや LINE などは存在していなくて、携帯電話を持っている人もそう多くはなかったのだ。高校を卒業しても連絡を取り合っているという人はそんなに多くはない。村山くんはゆうかちゃんを見て驚いていたみたいだね。もしかして偉くなったの？偉いと言っても、主人が立花総合病院の次期院長で現在外科部長をやっているわ。10歳年上だけど素敵な人なのよ。あらま、のろけ？いいじゃん、そういうのはどんどん聞かせてよ。そっか、じゃあゆうかちゃんは次期院長夫人なんだ。村山くんは権力とか序列とかそういうのにこだわりそうだもんな、なんて心の中でそう思った。権力にこびるような人間が自分の上司だと思っている人の奥さんが昔バカにしていたクラスメートだと知った時の心境はきっと計り知れない。その後私たちはお互いの夫ののろけや愚痴など散々に楽しくおしゃべりして、気がついたらかなり遅い時間になっていたのだ。まだ話足りないが仕方ない。お互いの連絡先を交換してその場は帰ることにした。同窓会に来てよかった。懐かしい再会があって友情も復活したのだから。でもその後私はこの再会にさらに感謝することになるのだ。あの同窓会から数日が経ち、私は島に戻り、いつものように診療所で診察をしていた。はい、変わったところはないみたいですね。血圧も安定してるし大丈夫です。いつもありがとうね、お魚先生。もうおさかべですってば。このやりとりも定番になりましたね。先生だって本当は嫌じゃないんでしょ？本気で嫌がってないものね。診察室にいた看護師の佐々木さんと診察に来てくれた木内さんが笑っている。そう、正直嫌いじゃないのだ。さらに言うと、このやりとりだって楽しく思っている。ボケとツッコミの定型文みたいなものだと思っているのだ。あ、そういえば、木内さんがふと思い立ったように言葉を発した。木内さんは御年80歳になる元気なおばあちゃんだ。しかし足腰もしっかりしているし、高血圧が心配なくらいで目立った持病もない。自分の家から歩いて診療所まで通ってきてくれるのだ。自分の診察がなくても散歩コースだと言って顔を見せてくれる。愛嬌たっぷりの優しいおばあちゃんなのだ。知らない人が何人も島に来ていたみたいだね。誰かの親戚とも違うみたいだし、
大きな荷物をたくさん持っていたから野宿でもしに来たかね。木内さん、多分それキャンプですね。佐々木さんが笑って訂正するけれど、木内さんは気にも留めていない。木内さんは生まれてからずっとこの島で過ごしてきた人だ。島のことなら何でも知っているのではないかというほど情報通である。その木内さんが知らないというからには、本当に島の住人ではないのだろう。たまに移住を希望するような人が見学に来ることもあるが、観光スポットも特にないこの島は、地元にゆかりのある人以外が来ることは少ない。年に数回ダイビングをしたいという人がいるくらいなのだ。圧倒的に交通の便が悪く、宿泊施設も予約があったら開く民宿のみ。観光客を受け入れる余裕なんてないのだ。おとなしくキャンプだけしてればいいんだけどね。佐々木さんは何か考えるようにそう言うと、木内さんが散歩がてら派出所にも話をしてくれると言って帰っていった。私はなぜか胸騒ぎがするような気がして港の方を見る。今日は少し海が荒れているようだ。天気予報もあまり良くなかったと思う。何も起こらなければいい。そう思って次の患者さんのカルテを手に取った。え？ダイビングしていたの？あの人たち。診療所の診察を終え、夫の待つ診療所の住居スペースに戻ると、夫がそんなことを話してきた。どうやら割と有名な芸能人らしいよ。人がいないところを選んでここまで来たんだって。装備もエアーも全部自分たちで持ち込んで楽しくやってるみたいだ。うちの店があることは知らなかったみたいでさ、驚いていたよ。そうなんだ。今も海の方にいるのかしら。いや、さすがに雨も風も強くなってきたしね。いくらなんでも。夫の声を遮るように診療所用のスマホが鳴った。いつ何があっても駆けつけることができるように最大音量にしている。それは大きな音を立てて主張してくる。急いで電話に出ると、電話の相手は木内さんの息子さんだった。先生、母が急に胸が痛いと苦しみ出しました。呼吸も苦しいみたいで、立ち上がれないみたいで。わかった、すぐ向かうから待ってて。夫も私の様子を見るとただごとではないと判断したのか、すぐに車のキーを用意してくれる。車回してくるから、かなさんは必要なものを用意してすぐ玄関に来て。ありがとう、助かるわ。休館があるときはこうやって夫が車で送ってくれることが多い。私はありがたく思いながら診療所に戻り、必要になりそうなものをピックアップするのだった。木内さんの自宅に行くと、おばあさんは真っ青な顔をしてうずくまっていた。先生、こっちです。木内さん、大丈夫ですか？私のことわかりますか？声をかけながら聴診器で胸の音を聞くが、あまり良くない状態のようだ。昼間に診察した時とは明らかに違う様子に焦りが募る。今は悪天候で船も出せない。早くしないと命取りになってしまう。先生、母は大丈夫なんでしょうか？息子さんの悲痛な声が大きく響いた。すると診療所用のスマホがまた大きな音を立てて鳴り始めた。ごめん、代わりに出てくれる？夫にスマホを託すと、木内さんの状態を再度確認した。やはり悠長なことは言っていられない。今すぐにでも大きな病院に運ぶべきだ。しかしどうやって。そんなことを考えていると、夫が困ったように声をかけてきた。島に遊びに来ていた有名人が岩から転落して大怪我をしたらしい。血がたくさん流れていて大変だということだ。こんな時に。木内さんの状態は一刻を争うので、私はここから離れることはできない。何からすればいいのか冷静に頭の中で順番を組み立てる。スマホをスピーカーにしてくれる？夫はうなずくと、私の近くにスマホを持ってきてくれた。風の音で声が聞き取りにくいが、電話の向こうでは男性の焦っているであろう声が聞こえてきた。医師の大阪部です。患者さんの様子を教えてください。怪我をしたのは頭ですか？いや、ふくらはぎです。だいぶ深く切っているみたいで止まらなくて。痛えよ、助けてくれ。半分泣き声に聞こえるのは患者の声だろう。意識ははっきりとしているようで安心する。怪我人は一人？
そこにはあと何人いますか？怪我をしてるのは一人で、あとは三人います。今、私は手が離せなくて、そちらに向かえません。応急処置をしてください。まず、清潔な綺麗な布を。はあ？あんた医者なんだろ？怪我人がいるってのに見捨てる気か？私の指示を遮るように、苛立った声が聞こえる。その声よりも負けないように、お腹に力を入れて声を出した。この島には、私しか医者はいないの。今、もっと重症な患者さんの対応をしています。応急処置をして、その後に医者が見れば大丈夫だと判断しました。そちらに看護師に行ってもらうから、待っていてください。それだけ言うと、私は通話を切った。そして、佐々木さんに電話をして、誰かとその場に向かい、診療所に連れて行ってもらうことをお願いする。そして、木内さんの搬送先だ。急激な胸の痛みが引きそうもない。これは、大動脈解離の可能性があって、一刻を争う。すぐに確定診断ができて、手術の対応ができるところなんて。そう考えた時に、一人の友人の顔が浮かんだ。急いでスマホを操作して、彼女の番号を呼び出した。もしもし？ゆうかちゃん、お願いがあるの。一刻を争うの。詳しく話して。ゆうかは、私の小姉で察したらしい。促されるままに要件を伝えると、あっけないほど簡単に了承してもらえた。ドクターヘリを要請してすぐに向かわせる。うちの病院で受け入れられるようにしておくわ。うちの旦那が持つべきものは友人だ。暗い時間帯ではなくてよかった。ヘリコプターを誘導できるような広い場所、すぐ近くに小学校があるから、そこに降りてもらおう。木内さん、大丈夫ですよ。今ドクターヘリを要請しました。受け入れ先の病院も立花総合病院に決まりましたよ。島では処置できないので、そこで治療しましょうね。診療所にはエコーやレントゲンなどの設備はあるものの、心臓の手術ができるような設備はない。悔しいが、これが現実だ。私の仕事は最悪の可能性を考えて、どこにつなげばいいのか考えること。患者さんの命を救うための最善を取ることだと思っている。しばらくするとヘリコプターの音が聞こえてきた。外に出て誘導し、降りてきた医師に詳しく伝える。木内さんをストレッチャーに乗せて搬送しようとした時、おい待てよと怒鳴り声が聞こえた。お前さっきの医者だよな。俺の仲間が怪我してるってのに、そんなババアをヘリに乗せんのかよ。こっちはテレビに出てる芸能人だぞ。そんな老い先短いババアより優先だろうが。怒ったようにこちらに向かってくる若者の後ろには、佐々木さんと他の若者が何人かいた。そのうちの一人、他の男の肩を借りていて、顔を青くしている男が怪我人だろうか。なんだ、立ててるんじゃん。そう思ったが、他の人たちはそう思っていないらしい。あいつは将来有望なタレントなんだよ。もしかしたら足が動かなくなるだろうが。お前は見ていなかっただろうけど、めっちゃ流血してたんだって。医者ならなんとかしろよ。つかみかかってきそうな男を夫が羽交い締めにして止めた。そのうちに素早く木内さんをヘリに乗せて飛び立ってもらう。去っていくヘリを見つめ呆然としている彼らに、私は声をかけた。佐々木さんに応急処置してもらったのね。海水に浸かっていたから出血が多く見えたみたいですよ。確かに少し深く切ってましたけど、そんなドクターヘリに乗ってほどじゃございません。神経も大丈夫みたいね。診療所で治療するわ。怪我人だけ車に乗せていくから、後の人歩いてきてくれる？夫に目配せすると、心得たようにうなずき、車を取りに走ってくれた。さて、いろいろ言ってくれたわね。医者なんだから何とかしろ。有名人だから、芸能人で、将来有望だから優先しろ。ふざけんじゃない。大きな声を出した私に、若者は驚いたのか目を丸くし縮こまった。あなたたちはここに何しに来たの？遊ぶため？楽しむため？そのために、もしこうやって大きな怪我をした場合どうするのか、ちゃんと考えてきたのかしら？それはそんなことばっかり考えてたら何にもできないじゃねえか。そんなのなんとかなるもんだし。口ごもるもの、開き直るもの、彼らの反応は様々だが、どうあっても私は一言言わないと気が済まなかった。ここは私一人しか医者がいない僻地なの。診療所にたくさんの設備があるわけじゃない。大きな事故や病気をしたら、さっきみたいにヘリコプターで搬送することもある。
そういった実態をあなた方は調べたの？何かあったら困るのはあなたたちだけじゃない。島の人たちのための医療をあなたたちに使う余裕なんてないの。そう、私が診療所で医師をしているのは島の人たちの健康のためなのだ。もちろん患者に寄せんはないし、どんな人でも診察や治療はするけれど、島の人たちのための医療がこんな考えなしの人たちに使われるのは不本意だと思うのだ。ダイビングをしているみたいだけど、危険と隣り合わせのスポーツだという認識はある？一歩間違えば事故につながるって知ってる？そんな時にどういう対応をするか万全にしてから実行に移してください。応急処置の仕方を学ぶとか、医者や看護師を同行するとか、芸能人ならお金あるでしょ？安全のためにそのくらいやってください。絶対に安全だと胸を張れるくらいの準備がちょうどいいの。島の人の迷惑にならないような楽しみ方をしてください。いい？私の剣幕に押されたのか、若者たちは無言で何度も何度も何度もうなずいた。診療所で怪我の治療をする。怪我の縫合ぐらいならば島の診療所でもできる。念のためレントゲンを取ってみたが、骨に異常はなく、切り傷さえ良くなれば完治という状態だった。しかし怪我をしたのが海中であり、何より本人が強く希望したので、彼も立花総合病院に転院することとなった。フェリーで1時間弱、港の近くに立花総合病院はある。木内さんはやはり大動脈解離だったが、なんとか一命を取り留めた。手術が成功し、今はまだ目が覚めていないが、そのうちまた元気のおしゃべりを聞かせてくれるだろう。怪我をした若者は私に叱られたという愚痴をなんとあの村山くんにしていたのだ。一緒になって悪口を言うのではないかと思っていたが、村山くんは意外にも私の擁護をしてくれたらしい。離島の医療がどれだけ大変なのか話し、彼らの行動がどれだけ浅はかだったのか説いてくれた。何か心境の変化でもあったのだろうか。でも理解をしてくれる人が増えたことは純粋に嬉しかった。あれから優香から何度か連絡が来た。立花総合病院に来てほしいとの打診だ。診察の的確さや初期行動の迅速な対応が評価されたらしい。でも私は家族のような島の人たちと離れることはとてもできそうにない。そう伝えると優香は残念そうな声を上げたが、そんな気はしてたと笑って受け入れてくれた。その代わりに診療所のサポート体制を整えることや人事の交流、それに月に数回私が非常勤の医師として立花総合病院に勤務することが決まった。優香は全部旦那がやってくれたというが、県や国への手続きは彼女がやってくれたのだろう。瞬く間にいろいろと決まって、ずいぶんと診療所の基盤が強固になったと思う。本当に彼女は有能だ。お魚先生、おはよう。お酒部だ。おはよう。気をつけて学校に行きなよ。はーい。毎日の変わらないやりとりは私の心を満たし、そして元気を与えてくれる。今日もお魚先生として職務を全うするのみだ。大事な島のみんなのためにこれからも頑張りたいと海を見ながらそう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。